今回は総集編第14弾です。過去にアップした前編後編シリーズを3作一気にご覧ください。まずは高校でいじめを受けていたら美人生徒会長に救われたというお話です。それではどうぞ。おい笠井、今日は何して遊ぶ？両一なんかある？なんだろうな。財布の中身見せ合って一番金持ってないやつがボコられるってのはどう？ありだなってことだからな。分かってんのか？そんなにいじめて楽しいか？は？俺がお前らに何した？自分の方が優位だと証明するためにいじめるのか？そんな人生何が楽しいんだ？ああ、こいつうざくね？うざいな。こいつの服全部脱がせて動画回して拡散でもするか？ケチくすぎ。でも面白そうじゃね？需要あるかそれ？ない。けどやる。悪いわ。ってことだからな。お前、明日学校絶対休むなよ。1時間後。ねえ、笠井くん。ちょっといいかな。何？清水さん。岩田と東野に、いじめられてるよね。いや、そんなことないよ。嘘つかないで。遊んでるだけだよ。今日も制服ボロボロだったじゃない。それは、俺が転んだだけだよ。なんで嘘つくの？じゃあ聞くけど、いじめられたとしてなんだよ。救いたい。関わらない方がいい。親には言ってるの？両親はいない。ごめんなさい。いや、いいよ。慣れてるから。今は一人で過ごしてるの？いや、じいちゃんとばあちゃんに育てられてるよ。そうなんだ。相談できそう？いや、無理だな。今だって年金暮らしだし、余計な心配かけたくない。そもそも心配ないから。今年で高校も終わりだし、あとちょっとしたらあいつらとはおさらばだからな。まだ半年以上もあるよ。俺にとっては半年って感覚だな。私から先生に言おうか？やめとけ。意味ない。なんで？うちの担任、岩田の親と仲いいんだ。まあ仲いいっていうより、完全に岩田の父親の言いなりだけどな。そうなの？知ってるだろ。岩田の父親は大企業の社長で、岩田はそこの長男だ。この小さな町じゃ、あいつらに歯向かう奴はいないよ。じゃあ校長とかに相談する？あのさ、何なんだよさっきから。俺と関わってどうするんだよ。さっきも言ったけど救いたい。次の標的になるかもなんだぞ。それに清水は受験生だろ。俺に構ってる暇なんかないだろ。こんなの見過ごせない。それに大学は指定校推薦で決まってるの。だから時間はある。じゃあ暇つぶしか？自分の正義感満たすために俺のいじめを利用するのか？どうしてそんな言い方するの？助けてあげるって言ってるのよ。だからいらないって。元生徒会長として見過ごせない。何かあったら私を頼って。放っておいてくれ。翌日。笠井、お前さ、全財産250円ってなんだよ。ほんと爆笑したわ。お前さ、生きてて楽しい？貧乏な家に生まれて体も小さく力もない。そんな低スペな人間だったら一旦リセットしてみたらどうだ？確かに。次は勝ち組に生まれ変われるかもな。まあ、どうせ無理だろうがな。おい、変身しろや。無視すんなよ。変身できないんじゃね？そうか、さっきボコボコにした女。なあ、ミスった。動画撮ってなかったわ。ああ、全裸を撮影するやつな。明日にでもやるか。了解です。おい、休むなよ。休んだら他のやつがターゲットだぞ。ケチく。1時間後。今日、ごめんなさい。なんで謝るの？だって、笠井くんいじめられてたのに、止めに入ってあげられなかった。臆病で本当にごめん。助けたいとか言ってごめん。女が男に勝てるわけないだろ。しかも、向こうは二人だぞ。出血止めてくれただけでも俺は感謝してるわ。ありがとう。ありがとう。ねえ、なんでなの？なんであいつらにいじめられるの？昔、俺の親友がいじめられてたんだよ。あいつら二人に。まあ、二人って言っても主犯は岩田。東野は完全に岩田の金魚の糞だからな。いじめられてる親友救ったら、次は俺がターゲットになってた。ただそれだけだよ。え？だから、俺が不登校になったら、誰か他の奴がいじめられる。俺が耐えてたらいいんだよ。そんなのダメだよ。じゃあどうする？清水が俺の代わりにいじめられるか？それは。俺は男だから暴力だけだけど。相手が女になったら何してくるか分かったもんじゃないぞ。特に岩田は女の扱いひどいらしいから、それでも身代わりになれるか。
ごめんなさい。でも何か対策できるよ。このまま見過ごせないもん。清水って俺のこと好きなの？え？じゃないとここまでしないだろ。それとも本当に正義感の塊なのか？正義感持つことはそんなにダメなこと？悪いとは言ってないだろ。ただそれが偽物だったらダサいって言ってんだよ。なんでそんな言い方するの？治療は助かった。でもあんまり俺に関わるな。翌日。いやー、今日も楽しかったな。わかるわ。っていうか、笠井、お前今日反抗的な目してたよな。してたしてた。悔しかったらやり返してみろよ。ま、それができないからサンドバッグになってんだろうけどな。間違いない。明日からも頼むぜ。俺らのストレス解消マシーン。10分後。私にもできることある。は？明日6時間目に全校集会がある。そこで岩田と東野のいじめを公開しようと思うの。マジで言ってんのか？うん。いくら権力があっても全校生徒がいる前でいじめの告発はかなり答えると思うよ。でもどうするんだ？清水がみんなの前に立っていじめの事実を告発するのか？これを見せる。これって昨日のやつ？そう。遠くからズームしてずっと撮影してたの。マジかよ。顔と声もしっかり入ってるし、いじめてるのが岩田と東野ってすぐにわかるよ。これをどうするの？当日は体育館でやるから、スクリーンに映して全員同時に見せる。本当にやるのか？うん。俺は当日どうしたらいい？笠井くんは何もしなくてもいいよ。私が先生にデータ渡すから、それを流してもらうだけ。それっていじめのデータとして渡す？うん、そこまで言わない。ちょっと編集入れたりテロップ入れたりするね。うん。翌日。大成功！岩田と東野の表情見た？先生たちもさすがに黙ってられなくて、校長と教頭に話し入ったらしいよ。偽の正義感とか言ってすまん。え？俺はどこかで諦めてた。あと半年我慢したらって。でも、正直体もメンタルもボロボロだったから、本当に助かった。感謝してもしきれない。やめてよ。私もあの二人にはイラついてたし、これで笠井くんが救えるならやってよかったと思える。俺も歯向かうわ。今まで言われっぱなしだったけど、俺も声出していじめの事実を告発する。このままうやむやにしたら、それこそあいつらの思うツボだよな。うん、もう全員私たちの味方だよ。校長も問いただしてくれるって。本当にありがとう。何か手伝えることあったら何でも俺に相談してくれ。はーい。翌日。おい、お前いい加減にしろよ。なんだ岩田、さっきはあんなに謝罪してたのに全く反省してなさそうだな。いっそこの発言も校長たちに見せてやろうか。お前誰を敵にしてるか分かってんのか？もうやめようよ岩田。は？笠井、今まで本当にすまなかった。もういいよ、許さないから。そうだよな、許されなくて当然だよな。うん。でも許されなくてもいい、謝罪はさせてくれ。本当に本当に申し訳なかった。まあ東野は岩田に反抗できなかっただけだもんな。うん。は？お前なんだよ。東野、お前も一緒になっていろんなやついじめただろうがよ。それは岩田が怖かったからだよ。お前まで俺の敵になるのか？もともと味方じゃなかったのかもね。は？仲間割れはその辺にしてくれるかな。定額か退学か処分は知らないけど。岩田、お前の味方はもう誰もいないぞ。たとえ定額処分だったとしても学校来るのが嫌になるぞ。俺は決していじめはしないけど、岩田だけはマジで絶対許さないからな。数日後。ねえ笠井くん。何？今週の土曜日って何してる？なんで？もしよかったらさ、映画とか行かないかなって。ほら、岩田たちを成敗したじゃん。それの祝賀会的なやつ。何？俺のこと好きなの？は？違うわよ。祝賀会って言ってるでしょ。てか、そんな聞き方やめてよ。笠井くんって彼女いたことあるの？ないけど、どうして？好きだから気になるの？まあ。てか、岩田たちはどうなったの？とりあえず事情聴取して、2週間は停学処分だって。退学じゃないのか。私もその方が良かったけど、でも本来の目的はいじめをやめさせることだから、これで良かったのかなって。あいつらがいじめをやめるかな。こんなに痛い目見たんだよ。あれほど人気だった岩田が今相当な嫌われ者だよ。
てか本人から謝罪は？岩田からは形だけの謝罪があったな。その後例のグループラインで散々けなしてきたけどな。古文の東野は普通に謝ってきたな。本人曰く命令に従わないと俺がやられるって参加だったとか。でもそれでいじめはひどいよね。まあな。だから二人とも許してはない。特に岩田は一生許さない。うん、それでいいと思う。で、何見に行く？え？何を？映画だよ。行くんだろ？行ってくれるの？じゃないと聞かないだろ。やった！なんか恋愛系の映画が見たいかも。それで気持ち高めるのか？だから、別に笠井くんのこと好きじゃないよ。はいはい。いや、本当に。ただ祝賀会なんだからね。わかってる？はいはい。ああ、そういう返事ダメだよ。乙女が傷ついちゃうよ。乙女にはちゃんと対応するよ。それって、私が乙女じゃないってこと？正直に言い直そうか？うざ！もういい。数日後。おはよう、清水。ちょっと早く着きそうだわ。じいちゃんがお小遣いくれたから、ポップコーン先に買ってやるよ。ごめん、今日行けない。え、マジか。体調でも悪いのか？ううん、そうじゃない。じゃあ、なんだよ。パパが会社リストラになった。は？昨日いきなり、会社から解雇になったって言われた。どういうこと？お父さん何かやらかしたのか？何もしてない。じゃあなんでクビになるんだよ。これは知らなかったことなんだけど、パパの会社って岩田の会社とよく取引してる会社なの。え？岩田の父親から、清水がいる会社とは取引しないって言われたんだって。それでパパがクビになった。ちょっと待ってくれよ、そんなことあんのかよ。ママはそれで家飛び出して車にはねられて、今病院なの。ね、マジかよ。どこの病院だ？俺も行くよ。来ないで。え？もう関わるのやめよ。あいつの敵になったら、もう人生めちゃくちゃになるよ。戦うんだろ、あいつと。そう誓ったじゃないか。パパが会社クビになるってことは、私の大学進学も絶望的なの。父親が無職で、母親が入院。そんな家庭の娘が、私立大学に通える？無理だよね。それは？助けなければよかった。え？笠井くんなんかと手を組まなきゃよかった。もう連絡してこないで。清水、俺が何とかする。だからまた協力しよう。さっきも言ったよね。もう無理。パパも会社クビになったし、ママは車に轢かれて入院。私は決まってた大学にも通えることなく終わりそうなのよ。岩田に歯向かわなければ、笠井くんに手を貸さなければ。パパは今日も出勤してたし、ママは車にも轢かれなかった。学校には来るのか？行かないし、行けない。もう私のことは放っておいて。翌日。おい、負け組。これで分かっただろ？俺を敵に回したらどうなるかって。やるなら俺にやれよ。は？清水は関係ないだろ。何のことだよ。お前が父親に言ったんだろ、清水の父親をクビにさせろって。知らねえよそんなこと。まあでも俺の親父は相当怒ってたな。恥をかかされたって。だから何かしたのかもな。俺には関係ないことだけどな。清水の家がどうなったか知ってんのかよ。確かあれだろ、親父の失業で錯乱状態になった清水の母親が道に飛び出して車に轢かれて病院送りなんだろ。いや、マジでバカすぎだろ。きっとそれも天罰なんだろうな。俺らに逆らったんだから。てかお前が定額にしてくれたおかげで2週間アメリカに行ってくるわ。これも金持ちだからできることだよな。メジャーリーグ見たり、ユニバ行ったり楽しんでくるわ。東野も誘っていくけど、お前はどうする？行くわけないだろ。そうだろうな。ああ、いいのか？お前みたいな貧乏人は一生いけないんだぞ。とま、冗談はこんなところで、な？わかっただろ。これ以上暴れるのは得策じゃない。お前かお前の周りの人間が、今度はもっとひどい目に遭うかもな。じゃあな、今からフライトだわ。一ヶ月後。清水、お前、転校すんのか？ LINE してこないでって言ったよね。お母さん、無事なのか？うん。なんとかね。でもおかげで大変なことになった。パパの実家のおばあちゃん家に行く。だからこれで本当のお別れ。さようなら。必ず、必ず復讐する。今はまだ無理だけど、俺は絶対勉強して賢くなって、岩田を社会的に抹殺する。私だって、できるならしたいよ。約束する。俺は絶対復讐する。だから、見守っててくれ。じゃあね、笠井くん。元気でね。4年後。笠井、
久しぶり。高校の時同級生だった東野だ。は？お前よく俺に LINE してこれたな。 ID とか全部変えたんだけど誰から聞いたんだよ。同級生時代に聞いた。あっそ、ブロックするわ。助けてくれ。は？力を貸してほしいんだ。は？なんだよ。お前岩田のこと恨んでるよな。当たり前だろ。ちなみにお前のことも恨んでるぞ。そりゃそうだよな。一緒になっていじめてたもんな。本当にあの時はすまなかった。岩田に逆らうのが怖くて。4年も経ってから謝罪されても俺は許してやらないけどな。お前弁護士になったんだよな。だから岩田を訴えられないかな。は？実は俺の嫁が岩田と不倫してたんだ。嫁とは岩田の紹介で知り合ったんだけど、嫁はもともと岩田のことが好きだったみたいで、それが無理だから俺に切り替えたらしい。でも俺と結婚した瞬間に岩田が誘ってきたらしくて、それでもう半年も関係が続いてるらしい。更新所で証拠も取ってきたし、あとは示談で済ませるか裁判まで持っていくかなんだ。だから俺の弁護をしてほしい。断る。え、なんでだよ。なんでいじめてきたお前の弁護を俺がしなきゃいけないんだよ。相手は岩田だぞ。あいつを失墜させられるんだぞ。聞いたぞ、岩田を社会的に制裁させるために弁護士になったんだよな。だったらこれはチャンスだろう。頼む、俺に協力してくれ。あの頃の謝罪ならいくらでもする。俺と清水がどれだけ苦しんだか加害者のお前は理解してるのか。それを理解していれば謝罪以外の連絡は入れないだろう。そうか。頼むなら他のやつに頼め。わかった。悪かったな、急に連絡して。そういえば清水のこと聞いたか？は？清水がどうした？連絡取ってないのか？転校して以来もう連絡取ってないわ。あいつ今岩田の会社で働いてるぞ。え？自分の父親をクビにされたのにその岩田の会社に入社したって、清水のやつも相当狂ってるよな。それ本当か？清水は何の目的で？本人に聞いてみろ。 LINE 知らない。俺から送っておくわ。わかった。1時間後。笠井くん、久しぶり。高校の時以来だったから4年ぶりくらいになるかな。あの時は取り乱してて本当にごめんなさい。聞いたぞ清水、お前岩田の会社で働いてるんだろ？そうだよ。なんでだよ。だってここの会社って給料いいの。岩田の父親に気に入られたからすっごい簡単に入社できたよ。結局は金かよ。父親がクビにされたんだろ？そいつをクビにしないと会社との取引を中断するってそう言われたんだろ？そうだよ。そんな悲惨な命令した岩田の会社になんで入社なんかできるんだよ。お前復讐したいんじゃないのかよ。親父さんの無念晴らすんじゃないのかよ。だから入社したんだよ。え？こんなでかい会社潰そうと思ったら相当な力が必要だと思うの。それこそ競合他社を作って売り上げで勝ってやるとかも最初の方は考えたの。でもそれって現実的じゃないでしょ。だから味方のふりして入社したの。父親にはうんざりしていた。ここの経営理念が好きだって言いたくもない嘘言ったらすぐに入社できたよ。岩田だってもともとは笠井くんの敵だし、笠井くんの悪口もたくさん言っちゃった。そこはごめんね。じゃあ潰したい、復讐したいって意思はあるに決まってるじゃん。今まで言えなくてごめんね。でも笠井くんと仲良くしてるのがバレちゃったら警戒されるかなって。確かにそれはそうだな。てか笠井くん弁護士になったんだよね。しかも高卒出たよね。本当にすごいね。どうしても社会的権力が欲しくて、それで近くの弁護士事務所でバイトしてた。そこで弁護士になるためにはって必死で毎日勉強してた。それで受かったの？すごすぎ。いやマジで運も良かった。運も実力のうちだよ。てか東野から LINE 来たと思うけど、東野もこっち側なのか？どうだろう。私は完全に信頼はしてないかな。なるほど。確か奥さんが岩田と不倫してるんだよな。そうそう。まあ岩田は他の人とも不倫してるけどね。じゃあそれ全部裁判起こして岩田の社会的信用を落とすか？それもいいんだけどね。岩田の会社多分相当黒だね。というと？私さ、経理部門にいるんだけど怪しいお金の動きが多いの。もうちょっとで調べつくんだけど、なかなか本質に触れられなくて。それに会社の組織が大きいから誰か協力者いないかなって。俺の知り合いに国税の人がいるんだ。え、すご。
前に脱税してた会社があって、ちょっと関わることがあったんだ。その人に協力してもらえるか聞いてみるわ。わかった。てか、一度だけ会わない？もちろんバレないように。そうだな。数日後、不倫の弁護、受けてやるよ。え、マジかよ！あ、打ち合わせするぞ。本当にいいのかよ？言っとくけど、利害が一致してるだけだぞ。金にもなるし、岩田に仕返しできるから引き受けるだけだぞ。決してお前を許したわけじゃない。わかってる。でも、どうして俺なんだよ。好きでいじめてたわけじゃないにしても、俺なんかと関わりたくないだろ。これは俺のわがままだけど、葛西と一緒に岩田を倒したいんだ。高校の時は、岩田が怖くて仕方なかった。やりたくなかったいじめに加担してた。なんなら、葛西を不憫に思ってた。だから、大人になってやり返したかった。葛西と一緒に岩田をやっつけないと意味ないんだよ。あっそ、勝手にしろ。ああ、ありがとう。一ヶ月後。清水、協力ありがとう。不倫の内容証明郵便と税務署からの会社突撃は明日だ。これでひっくり返せる。うん、最後まで油断しない。ああ。てか、東野の不倫の件は引き受けたんだね。あいつがどうしてもって言うからな。そうなんだ。てか、東野には何回か助けられたの。あ、どういうこと？実はね、私、岩田に何度も何度も襲われそうになったの。え？その度に東野は、何とか理由つけて、私のことを守ってくれてたの。東野は岩田の舎弟だし、許せない奴だけど、東野がいなかったら、私はもっと前に心折れてた。そっか。あいつそんなこと一言も言ってなかったわ。そうなんだ。もしかして、東野のことを好きなのか？そんなわけないじゃん。てか、私の好きな人気になるの？どうでもいいわ。うん、とにかく明日だ。うん。翌日。確か、こんなグループ名だったよな。4年ぶりに復活させてみたわ。久しぶりだな、岩田。あ、葛西。お前なんだよ、またいじめられたいのか。残念だけど、俺はもう重役候補だ。お前みたいな貧乏人に関わってる暇なんかないんだよ。こいつの人生終わらせてやろうぜ。なあ、東野。終わるのはお前だよ、岩田。は？お前、俺の嫁と不倫してるよな。何の話だよ。知らないとでも思ったか？悪いけど、全部知ってるぞ。更新所にも調査してもらったし、弁護士雇って準備もできた。明日、自宅と会社に、お前の不倫の内容証明が届くぞ。待てよ、何の話だよ。何なんだよ、お前は。俺は東野の弁護人だよ。は？示談に応じない場合は裁判所に行くことになるかもな。俺は東野の弁護人だから、徹底的にお前を追い詰めるぞ。慰謝料も請求してやるからな。東野、お前裏切ったな。不倫する奴が悪いだろうが。今までの恩を忘れたか？それにあいつはもともと俺の女だ。お前に譲っただけでも感謝しろ。受けた恩？悪いけど、怖かったからずっと従ってただけだぞ。お前のこと友達だなんて一瞬たりとも思ってないわ。だってさ、お前ら調子乗んなよ。お前らなんか潰してやるからな。俺の会社がどれだけでかいと思ってんだ。確かにでかい脱税してる会社だよな。は？脱税？まあお前はまだ知らないのかもな。残念ながらお前の親父の会社は多額の脱税をしてる最悪の会社だぞ。嘘つけよ。本当だよ。内部告発があって明日に税務署から飛んでくるぞ。内部告発？そうだよ。お前を社会的に潰せる機会をくれた清水ゆいかには本当に感謝だわ。清水が？そうだよ。ずっと従順に働いてたから完全に味方になったと思ったろ。でも残念。そんなことないぞ。大体考えればわかるだろ。自分の父親を首に追い込んだ会社に入るなんて復讐目的以外ないだろ。まあそんなこと考えられるならいじめも脱税もできるわけないけどな。お前いい加減にしろよ。それはこっちのセリフだよ。今まで散々親子で悪さしてきたんだ。世間に謝罪して懺悔しろ。お前確かもう結婚して子供もいるんだろ。守るべきものがあるのに今更全部失うんだもんな。今どんな気持ちだ。頼む、家族には。いじめに不倫、セクハラに脱税、擁護できねえよ、カスナ。クソが。一週間後。はぁ、やっといろいろ落ち着いたね。そうだな。岩田の会社は無事脱税がバレて、世間では大ニュースだし、高校時代のいじめや、
社内でのセクハラや不倫も全て報じられたみたいだね。それで嫁と子供には逃げられて、残ったのは大量の借金。終わってみると意外にあっけないな。パパにはいい報告できそう。今度線香をあげに行くわ。うん、ありがとう。それより祝賀会しない？祝賀会か、なんか懐かしいな。え、覚えててくれたの？確か映画見に行く予定だったよな。そう、実はね、あの日から映画館には一歩も入ったことなかったの。え、そうなのか。うん、次映画見るときは岩田をぶっ倒して笠井くんと一緒に見に行くって決めてたから。お前やっぱ俺のこと好きだろ。ほんとクソガキなの変わってないね。清水もな。今から見に行くか。うん。今面白そうな映画ある？よくわかんないけど何でもいいから行こう。ああ。後日談。こんばんは、笠井です。この後なんやかんやで清水とは付き合うことになりました。そんな意識では見てませんでしたが、改めて見ると素敵な女性でした。そして肝心の岩田ですが、今は消息が不明です。どうやら手を出してはいけない女にも関わってたみたいで、闇に葬られたという説も浮上してます。また会社自体は倒産に追い込みました。地元で絶大な権力を持っていた岩田の父親も信用はどん底に落ちました。そして東野ですが、こちらの不倫問題についても全て解決しました。示談で慰謝料をそれぞれ300万ずつ受け取ることができました。東野は謝罪の意味も込めて、取った慰謝料全額を俺に渡すと言ってきましたが、突き返しました。本人には伝えてませんが、もう彼のことは許しました。もともと操られてただけですが、何より清水を救ってくれました。そこに最大の感謝があります。それでは失礼します。続いては、大好きだったセフレと別れて堅実な男と結婚した女の話です。顔か金、あなたはどっちが大切ですか？それではご覧ください。レカ、今日って家来れる？ユーマ、行けるよ。やったー。私今仕事終わったんだけど、ご飯は食べちゃったかな？食べてない、酒飲みだから。こう、うん、外食する？家で食べる？鍋の気分。じゃあ具材スーパーで買っていくね。助かる。じゃあまた家着きそうになったら連絡するね。オッケー。翌日。あー、ダメだ、沼だ。どうしたのレイカ、もしかしてまたユーマさん？そう。もう会わないんじゃないの？うん、そのつもりだった。でも昨日誘われてテンション上がって、顔見たらもう引き返せなくなった。まあイケメンだもんね。やばい、もうね、全てがタイプ。優しいし面白いし。あっちの方は？それはもう100点満点。昨日は何回戦したの？結局3回戦。元気すぎ。もちろん朝含めてだよ。それでも多いって。そう？自覚して。てか付き合いそうなの？それは無理かも。やっぱり。うん。ゆうまくんはレイカのこと好きじゃないの？わかんない。でも彼女にはしたくないんだろうね。なんで？それは私が聞きたい。確かに。多分ね、他の女の子とも遊びたいんだと思う。形跡あるの？確証はないけど、どうせいるよ。じゃないとあの余裕は出せないもん。そっか。次はいつ会うの？わかんない。どうせ当日に誘われるし。会わないという選択肢はないです。沼だね。1ヶ月後。レイカ、久しぶり。電車でたまたま会ったけど、やっぱりレイカは綺麗だな。ケンジ、久しぶり。まあ、またそんなことばっか言って。いや、マジだって。大学の時からレイカは俺の推し。それよく言ってくれてたよね。今度よかったらご飯行かない？どうしよっかな。やっぱり彼氏いる？いや、彼氏はいないけど。俺とじゃ嫌か？そんなことないよ。頼む、一回だけご飯行かせて。もちろんお代は全部払うから。ちょっと待ってもらっていい？うん、返事はいつでもいい。10分後。ねえアンナ、ケンジって覚えてる？覚えてるよ。大学の時にレイカのことが好きすぎたやつだよね。そう、さっき電車でばったり会って、食事でもどうって誘われちゃった。相変わらず好きだね。どうしたらいいかな。何が？行ってもいいかな？行きたいの？わかんない。好きなの？
それはまだない。でもいい気分転換かなって。ユーマを忘れる？うん。最近は会ってるの？月に2回くらい。私から誘うことはないし、向こうからもそんなに誘われない。そっか。確かケンジっていい企業を勤めてたし、年収とかもそれなりにあるんだよね。ユーマのことは好きだけど、フリーターだし、将来性ないし。私も今年30歳だし、そろそろ結婚視野に入れないとだし。私はケンジとご飯行ってもいいと思う。本当？うん。まずユーマとは付き合ってないんだし、そもそも束縛されてないじゃない。それはそうだけど、まだユーマのこと好きな状態でケンジに会ってもいいのかなって。それは全然大丈夫でしょう。食事に誘ったのはケンジだし、行くだけで喜んでくれると思うよ。そっか、わかった。ケンジとご飯行ってみる。うん、行ってらっしゃい。翌日。ケンジ、誘ってくれてありがとう。食事の件、ぜひお願いします。え、本当に？うん。やったー！マジ嬉しい。何食べたい？肉？魚？何でもいいよ。いや、答えてほしい。レイカが食べたいもの言って。じゃあお肉。オッケー、わかった。すき焼きとかどう？大好き。よし、じゃあすき焼きにしよう。和風でいい店があるんだよ。うん、楽しみ。で、日程いつにする？今週の金盤とかどう？わかった、絶対仕事を終わらせる。私も。数日後。レイカ、今晩どう？金曜だし明日休みだから朝までコースとかどう？ごめんユーマ、今日は予定があるの。マジか。何時まで？多分22時には終わると思う。じゃあその後来てよ。無理だと思う。え、なんで？明日朝早いの？別にそうじゃないけど。はあ、まあまた22時に電話するわ。数時間後。レイカ、仕事終わった。定時で終われるように頑張った。ケンジお疲れ様。私も終わった。お疲れ。お腹空いてる？ペコペコ。俺も。今日はたくさん食べよう。うん。3時間後。レイカ、今日はありがとう。終始緊張しててごめん。やっぱレイカは憧れの人だったからつい固まっちゃうわ。そんなそんな、ごちそうさまでした。あんな料亭みたいなすき焼きは初めて。本当にありがとう。また会ってくれる？うん。嬉しいわ。今度はお魚食べに行こうな。うん、次は割り勘でいいからね。それは無理、俺が全部出す。悪いよ。女の子はお金かかるでしょ。それにレイカと過ごす時間は俺にとって最高なんだ。だからお金を払う価値があるんだ。ありがとう。優しいね、ケンジは。そんなことない、普通だよ。でも誰にでも優しくないよ。レイカは特別だから。告白の返事はいつでもいいからね。俺はずっと待ってるから。はい。10分後。あれ、レイカ？ごめん、電車。今日どうする？やめとく。なんで？気分じゃない。俺、なんかした？別にユーマは何もしてない。男でもできた？まあ、そんな感じ。彼氏？まだ付き合ってない。じゃあ最後に会おうよ。ダメ。なんで？まだ付き合ってないんだよな。これから好きになろうとしてるの。だからユーマには会わない。会うと気持ち揺らぐから？うん。それ俺のこと好きってことじゃん。そうだよ。やめとけよそいつ。じゃあユーマが付き合ってくれるの？一旦話せる？うん。じゃあ先風呂入っとく。荷物取りに行くだけだからね。わかってるって。すぐ帰るから。うん。翌朝。私最低だ。何、どうしたの？昨日ね、ケンジとご飯行ったの。あ、そうだった。どうだったの？すごく紳士だった。大学の頃より垢抜けてたし、多分3万円以上する食事を全部出してくれたし、改めて告白してくれたし、もう何も言うことない。 OK はしたの？ううん、まだ正式な返事はしてない。そうなんだ。それに後ろめたい気持ちがあるの？違うの。昨日ケンジと別れた後にユーマから電話が来たの。え？もう決別したかったし、会うつもりもなかったんだけど、私の下着とか置いてたからそれだけ取りに行くって言ったの。すぐに帰るつもりだったんだけど、会ったらいきなり抱きつかれて、そのままやっちゃったの。あ、
なるほど。もう私ってほんとクズだわ。そんなことないよ。悪いのはユーマだよ。いや、私も悪いよ。だって結局ユーマの方が好きってなったもん。そっか。その日は帰らず？うん。今も横でユーマが寝てる。本当に好き？やっぱさ、顔が好きすぎるんだよ。ユーマの顔が好みすぎて、ケンジにいくら優しくされても、ユーマに会った瞬間ゼロになる。アンナ、どう思う？私はやめた方がいいと思う。ユーマを？うん。だってユーマといて何が残るの？レイカ昨日言ってたじゃない。ユーマとは将来性が見えないって。ユーマはそれでいいかもしれないけど、レイカはどうなるの？いつまでも若くないよ。気づいた時に手遅れになっても、ユーマは何もしてくれないよ。そうだよね。ありがとう、アンナ。ユーマとはもう会わない？うん。今荷物まとめてる。もう会わない？会わない。約束できる？うん、約束する。LINE もブロックする？今した。うん。辛いけどそれでいいと思う。辛いけど頑張る。頑張って忘れる。1時間後。ケンジ、昨日はありがとう。こんな私でよかったら彼女にしてください。え、マジで？嘘じゃない？はい、お願いします。やばい、嬉しすぎる。さすがに今夜は会えない。会える。私も会いたい。わかった。また改めて告白していい？うん。数日後。レイカ、LINE ブロックした？全然既読つかないけど。したよ。なんで？これからも会うって前にエッチした時言ってたじゃん。考え直した。もう会わないって決めた。それに彼氏もできたし。あー、言ってたやつ？ケンジだっけ？うん、そう。今までありがとう。大好きだったよ。ユーマもいい人見つけてね。はいよ。レイカ、幸せになれよ。半年後。レイカ結婚おめでとう。とっても素敵だったよ。ありがとう。アンナの友人代表スピーチ完璧だった。レイカは泣きすぎだよ。あれは誰だって泣くよ。ケンジ素敵な人だね。うん。もうユーマのことは忘れた？誰ユーマって。抹消するレベルなんだ。うん。LINE もインスタもブロックしたし、完全に断ち切った。仕事も辞めたの？うん。ケンジが専業主婦で家庭に入ってほしいんだって。仕事好きそうだったのにね。でもそれは仕方ないよ。それに今の時代に専業主婦させてもらえるなんて、こんなありがたいことないからね。いい旦那見つけたね。うん、幸せになります。アンナの結婚式も絶対行くね。ありがとう。1年後。さっきはありがとな。やっぱレイカ可愛いな。体の相性も抜群だし。どう、明日も会うか？はい。レイカ、どう、体調は？うん、わからない。熱はないんだけど、やっぱりどこかしんどいかも。そっか、無理しちゃダメだよ。レイカの体調が良くなるまで俺も家事とか手伝うからな。ありがとう。また何かあったらすぐに連絡してね。はい。10分後。あとどれくらいで着く？10分くらいで着く。オッケー。なんで笑ってんの？だってもう会わないって LINE もインスタもブロックしたのに、結婚してからも俺と会ってるじゃん。そんなこと言わないでよ。やっぱ俺じゃなきゃダメだろ？うるさい。だいたいユーマが悪いんだよ。なんで俺？だって街で偶然会った時に声かけてきて、無理やりキスしてきたじゃん。あー、あったなそれ。可愛すぎて我慢できなかった。てか嫌って言いながらレイカもホテルついてきたじゃん。それはユーマが悪いんでしょ。あんなキスされたら嫌でも反応しちゃうよ。あれからもう3ヶ月か。旦那には言った？言えるわけないよ。不倫だもんな。そうだよ。え、俺の存在は知ってる？絶対知らない。付き合う前のセフレって紹介とかはしてないの？してるわけないでしょ。言えないか。うん。でもさ、不倫って興奮するよな。寝とってる感じが最高だわ。最低。なら帰る？帰らない。俺のこと好き？好き。旦那より？エッチは旦那と俺どっちが好き？断然ユーマ。何回も言わせないでよ。旦那とレスなんだろ？うん、なんか合わない。気持ちよくないのか？うん。もったいねえな、こんなにいい女なのにな。ケンジは悪くないと思う。どういうこと？ユーマとの相性が良すぎる。
やっば、すげえ興奮するわ。最近は体調不良って言って拒否してる。それでいい。レイカは俺の女だからな。浮気してないよね。してない。マジでレイカだけ。嬉しい。もう着く。オッケー。あ、今日は19時までに帰りたい。早くね。さすがに今日くらいご飯作らないと怒られる。オッケーオッケー。1ヶ月後。レイカ久しぶり。あんな、一緒に飲みたいよ。ユーマと会ってる？え？二人で歩いてるところ見たの。レイカだと思って声かけようとしたら、横にユーマがいてびっくりした。ねえ、何してんの？断ち切ったんじゃないの？アンナ、勘違いさせてごめん。たまたま会っただけなの。手繋いで歩いてたよ。そのままホテル行ってたよ。たまたまじゃないよね。何してんの？つけてきたの？うん。自分で何してるかわかってる？ケンジと結婚してるんだよ。不倫してるって自覚ある？あるよ。やめる気はないの？やっぱ私ユーマが好き。は？ケンジはいい人だよ。私のために作ってくれるし、体調崩してたら心配してくれるし、稼ぎだってすごくいい。でもね、好きじゃないの。特に体の相性が良くないの。してても気持ち良くないの。だから不倫してるの？うん。どうかしてるよ。バレたらどうするの？それは大丈夫。うまくやってるから。私にバレてるようじゃ、いずれケンジにもバレるよ。ケンジにはバレないようにする。考え直した方がいい。結婚式だってしてたじゃん。あれだけみんなにお祝いされて、それでも不倫できるの？うるさいよ、アンナ。は？正論言ってるのはわかってる。でも本能がそれに従わないの。私にとって必要なのはユーマなの。じゃあ離婚しろよ。それはしない。卑怯だよ。わかってる。見損なったよ。ケンジに言わないでね。家庭壊さないでね。一ヶ月後。なあ、レイカ。子供欲しくないか？え、子供？うん。もちろん強制はしない。レイカの気持ちを優先してほしい。ちょっと考えてもいい？うん。十分後。ねえ、ユーマ聞いて。何？またしたくなったか？それは毎秒そうだけど、旦那がね、子供欲しいってさ。マジかよ、下手くそなのにな。ほんとそれ、普通にレスなのにね。俺から神提案していい？何？俺の種で宿せよ。え？今から俺とやりまくって、妖精になった段階で旦那とやったら。ユーマ殿子供を産むの？そう、どう？怪しまれないかな。不倫疑われてる？それは絶対ない。じゃあ大丈夫だよ。どう？やる？ユーマは私との子供を産みたいの？うん。本当？うん。でも育てるのはケンジな。あいつの方が金持ってるし。それはそうだね。でも最終的にはユーマと結婚したい。マジ？うん。ダメ？まあしてもいいけどさ、金ないのはだるいよな。離婚したら慰謝料もらえるの知ってる？もちろん。子供がいたら養育費ももらえるの。マジ？それはケンジが出すのか？うん。私とケンジの子供なら離婚してもケンジから養育費もらえる。そのシステム賢く使おうぜ。うん。実は私もそう思ってた。つまりこうだよな。俺とレイカで子作りする。孕んだ状態で旦那とエッチする。産んだ瞬間離婚して慰謝料と養育費を請求。合ってる？うん。慰謝料と養育費っていくらくらい？俺バイト辞めても生活できる？それだけ知りたい。慰謝料は今調べたら300万とか取れるみたい。それは1回だけだよな。そうだね。養育費は？それは決まってないみたい。毎月30万以上はある？そんなにはないかも。10万請求できたら最高。それじゃ仕事辞められないね。うん、そうだね。じゃあ作戦変更して俺の子供だけ産んだら？え、離婚は？だって子供育てるのにすげえ金かかるんだろ？それはそうだね。だったら普通に収入高い人と暮らしてた方が子供も麗華も幸せだよ。俺は自分の幸せよりも麗華とその子供の幸せを願うわ。本当？うん。でもたまには顔見せてほしい。俺がパパなんだから。うん、それは絶対そうする。よし、ということで早速子作り始めるか。うん。明日からバンバンするからな。覚悟しとけよ。今から震えてる。大
楽しみすぎるわ。くれぐれも旦那にはバレるなよ。もちろん。2ヶ月後、ユーマできた。え、子供？うん。それって確実に俺とのか？そうだよ。旦那とはしてないもん。マジか。結構時間かかったな。毎日注ぎ込んでたのにな。うん。30超えたら産みにくいって都市伝説じゃなかったんだな。まあそのおかげでたくさんできたからな。ここ毎日すごかった。ユーマのこと好きすぎて旦那が帰ってくるだけで舌打ちしてた。やばすぎ。で、どうすんの？今から旦那誘ってみる。おお、それで旦那との子供にするんだな。うん。本当は俺との子供なのに。今から嫌な時間になる。ケンジとエッチなんか嫌だ。俺も嫌だよ。でも仕方ないよな。うん。頑張って耐えてくる。頑張れ。うん。翌日。どうだった？久々のケンジとのエッチは。なぜか拒否慣れた。え？昨日は仕事で疲れてたみたい。なるほど。今日あたりまた誘ってみる。おう、頑張れよ。数日後。ねえ、ケンジ。最近のあの態度何なの？あ、何か。子供欲しいんだよね。なんで誘っても拒否するの？ごめん、今は疲れてるんだ。今の繁忙期が終わったらね。意味わかんない。私のこと好きじゃないの？好きだよ。だったら今夜してよ。ケンジが欲しいって言ったんだよ。わかってる。でもちょっと待ってほしい。10分後。ねえユーマ、やばい。何が？ケンジがしてくれない。は？子供欲しいって言ってたのに全然エッチしてくれない。どうしよう。無理やり遅えよ。昨日それに似たようなことしたけど普通に拒否られた。マジかよ。このままじゃ周期ずれるから、仮にエッチしたとしても不倫がバレる。っていうかもうバレてるかも。おいおい、バレてないんじゃないのかよ。大丈夫だと思うけど。でも旦那が欲しいって言ってたんだろ。それで玲香からのエッチ断れてなんかおかしくないか？うん、そうなんだよね。もしかして LINE 見られた？それは心配ないと思う。その日のうちにやりとりは消してるし。なるほど。とりあえず早くやれよ。わかってる。一ヶ月後。おい、旦那とやった？ごめん、まだ。おい、ちゃんとやれよ。ごめんなさい。縛りつけてでもやれよ。そんなのできないよ。一旦作戦変更するか。どういう意味？また再チャレンジするってこと。え？その子供は一旦下ろそう。それはダメだよ。なんで、バレる方がやばいだろう。それはそうなんだけど、でもせっかく授かった命だし。いや、バレたら終わりじゃん。とにかく頼むぞ。翌日。レイカ、報告がある。何？3ヶ月間だけ大阪に出張になった。え？これがある程度の成果出たら出世コースに乗るんだ。一人で寂しいかもしれないけど、よろしく頼むな。じゃあ私からもお願い。何？今夜こそエッチして。出張前に妊娠させて。待て待て、俺が大阪に行ってる間に妊娠なんかしたら大変だろ。何かあった時に助けられない。いいから今夜して。なんでそんなに焦ってんだ？私もう31歳だよ。どんどん子供できにくくなるし、第一子供作りたいって言ったのはケンジでしょ。私もようやくその気になったんだから、旦那としてちゃんと責任果たしてよ。理由はそれだけ？は？今子作りしないといけない理由が他にもあるんじゃないの？何言ってんの？意味わかんない。お前、今妊娠中だろ。え？相手は元セフレのユーマだろ？俺との子供にするなんて、マジで悪魔みたいな思考してるな。待って、何のこと？ごまかしても無駄だよ。俺、全部知ってるから。危ないところだったよ。このままだと他人の子供を育てる羽目になってんだからな。はじめ俺だって疑ってなかったし、本当に子供が欲しかった。そんな時に俺に連絡してくれたんだ。お前が不倫してるって。誰が言ったの？お前の友達のアンナちゃん。は？ケンジ何言ってんの？私が不倫なんかするわけない。アンナは虚言癖があるの。あいつの言うことは全部嘘なの。証拠もたくさんあるぞ。ちゃんと公的な機関に依頼してたくさん調査してもらった。離婚してくれ。慰謝料もたっぷりもらうぞ。レイカにも。
ユーマにも。ごめんなさい、もうユーマとは会いません。遅いよ、今から話し合うからユーマ呼んでね。待って、お願いだから考え直して。呼べって言ってんだろ。1分後。ユーマ大変、不倫がバレてた。は？今すぐ来いって。いやいや、俺関係ないって。慰謝料請求されるって。それはお前がだろ。ううん、ユーマにもだって。いやそんなの無理だろ、俺ただの不倫相手だし。今から来ないとダメだって、さらに慰謝料増やすって言われてる。マジかよ、最悪だわ。3時間後。おい、クソ女、お前のせいで離婚だ。何チクってんの？マジでありえないんだけど。不倫してるくせに何言ってんの？チクられて困ることするなよ。私はあのまま不倫してたらケンジがかわいそうだから教えてあげただけ。そのせいで慰謝料請求されたんだよ。仕方ないよね、不倫してるんだから。お前が全額払えよ。そんな責任私にないし、お腹の子供どうするの？あのバカと育てるの？ケンジと離婚するんだからユーマと育てるしかないでしょ。てかむしろこれでよかったわ。私はユーマと結婚したかったの。本当にできると思ってんの？は？ユーマがあんたを選ぶはずないよ。そんな筋通す人間ならこんな卑劣な作戦開拓しないよ。ユーマの何を知ってるの？じゃあ確かめてみたら？大好きなユーマくんに。1分後。ユーマ、今回のこと本当にごめんなさい。子供のことなんだけどね、一緒に育ててくれるよね？何言ってんだよ、おろすに決まってんだろ。え？ただでさえ慰謝料払わされたんだ、子供なんか絶対無理。何言ってんの、ユーマとの子供なんだよ。知らねえよ、俺はもともと育てる気なんかなかったわ。ケンジの金で育てるって言うからこの作戦乗ったんだよ。嘘でしょ、私との愛の結晶が見たかったんじゃないの？いやいや、そんなわけないだろ。レイカじゃなくて人妻に興味があっただけ。人妻なら誰でもよかったよ。てかもういい、さよなら。待って、ユーマ。後日談。こんばんは、レイカです。何もかも失いました。旦那も友人も愛する人も。不倫の慰謝料で200万円をケンジに支払うことになりました。子供の養育費を請求しましたが、ケンジの子ではなかったので却下されてしまいました。逆にユーマに請求もできたのですが、連絡が取れなくなってしまいました。今は実家に帰って子供が生まれるのを待っています。両親には叱られましたが、子供がいるということで落ち着くまでは実家にいます。これからどうしていけばいいのか不安でしかないですが、子供だけは守っていきたいです。続いてが最後となります。受験に失敗して彼女まで寝取られたというお話です。新しい出会いには期待と不安が入り混じります。それではご覧ください。カノン、合格おめでとう。本当にすごいよ。ありがとう。ケンタと同じ大学行きたかった。ごめんな、俺が横浜国立大学を落ちたばっかりに。ううん、ケンタは頑張ったよ。夏のあの状態から考えたら本当によく伸びたと思う。ありがとう、自分でもそこは褒めてあげたいわ。まさか青山学院が滑り止めになるとは。うん、十分すごいよ。大学は別々になるけど、ケイタとは定期的に会いたいな。もちろん、カノンこそ見捨てないでくれよ。見捨てるわけないじゃん、こんな最高な彼氏いないよ。俺もこんな最高な彼女いないと思う。今日は本当におめでとう。うん、パパとママがお祝いしてくれる。いい家族だな。うん。翌日。ケイタ、受験お疲れ様。カノンから聞いたけど、横浜国立大学落ちたらしいな。ああ、そうなんだよ。ずっと頑張ってるの見てたから俺もショックだよ。3人で同じ大学行けると思ってたのに。え、3人でって？まあ俺も横浜国立大学行くんだよ。え、そうだったのか。みなとはもっとレベル高かったんじゃ。いやいや、買いかぶりすぎだよ。俺はこの程度の大学しか無理だよ。ああ悪い、ケイタは落ちたもんな。悪気はないから許してくれ。あ、うん。カノンのことは任せてくれ。え、どういう意味？うん、別に深い意味はないよ。同じ大学に通うからって意味だけ。そうか。10分後。カノン、ミナトから何か来てる？え、何かって？同じ大学に決まったらしいけど。あ、そうそう。
港も横浜なんだよ。対策とかもしてくれたから本当に助かった。連絡取ってたのか？連絡は取ってないよ。自習室でたまに喋る程度。なるほど。あいつ、多分カノンのこと狙ってる。え？俺に宣戦布告みたいなのしてきたんだ。それはないと思う。なんで？だって私はケイトの彼女だよ。それはそうだけど。それに港も彼女いるっぽいよ。そうなのか？うん、だから心配ないよ。そっか。一ヶ月後。カノン、入学おめでとう。キャンパスはどうだった？ケイタも入学おめでとう。なんかいい人たち多かった。もう友達できたの？うん、学籍番号近い人とかでお昼ご飯食べた。さすがだな、カノンは。ケイタは友達できた？友達っていうよりサークルの勧誘がやばいな。え、どんなサークル？イベント系のサークル？俺もよくわかんないわ。浮気とかしないでね。しないよ。カノン裏切ったりなんかしない。嬉しい。あ、一人暮らしの件どうなった？やっぱり反対された。そっか。まあ両親としては心配だもんな。それもあるし、うちはお金持ちじゃないからね。なるほど。ケイタは一人暮らしするの？いや、俺も通える範囲だからな。そっか、お互い実家暮らしたね。そうだな。どっちかの家に行ったりとかはまだできなさそうだな。うん。それよりあいつはどう？あいつ？港だよ。変なことされてないか？心配しすぎだよ。別に何の連絡もないよ。そっか、ならよかった。ケイタが思うほど悪い人じゃないよ。そうかもな。ごめん。翌日。ケイタくん、うちのサークル入らない？すみません、どなたですか？え、忘れたの？私だよ、ほらイベサーの。あー、肥満地とかいうサークルですか？そうそう、マジで青学で一番楽しいサークルだから絶対入ってね。考えておきます。それ絶対入んないやつ。マジでお願い。彼女とかもすぐできるし。あ、すみません、彼女はいるので。え、いるの？早くない？早いというか、高校の同級生です。あ、そっちパターンね。同じ大学？いや、別です。どこ通ってんの？横浜国立大学です。賢い。そうなんです、僕もそこ狙ってたんですけど。ああ、なるほどね。じゃあ警戒しないとね。警戒？どういうことですか？いや、そのパターンってさ、9割くらいの確率で別れるから。え、そうなんですか？うん、私はよく見てきたもん。そういうこと言わないでください。悪い気にさせたらごめん。でも実際ある問題だからね。それはそうですけど。まあ、なんか悩み事があったらすぐに私に連絡してきて。ああ、それと新刊のサークルよろしくね。行きません。2週間後。発売と終わった。お疲れ。そっか、今日からか。うん、駅前のカフェだからずっと忙しいみたい。そっか、でもそっちの方がやりがいある？うん。俺もそこで働こうかな。え？バイト探してる途中だからさ、カナンと会えるし、どうかな？どうだろう。え、嫌な感じ？ちょっと店長に聞いてみる。オッケー。私の面接の時に最後の採用って言ってたから枠が余ってないかも。マジか。うん、でも一応聞いてみるね。うん、ありがとう。翌日。カノンって本当に可愛いし物覚えいいよな。マジですごいと思う。ん、何のこと？昨日一緒のシフトだったんだよ。え、駅前のカフェってお前も働いてんのか？まあそうだよ。っていうか、俺がカノンを紹介した。は？バイト先探してたから紹介してやったんだよ。他のバイトより時給高いからな。1分後。カノン、今電話行ける？ごめん、電車。バイトのことだけどさ、港と同じなのか？あ、うん、そうなの。紹介してもらったの。なんで黙ってた？え？港に関わるなって言ったよな。なんであいつと同じバイト先にするんだよ。なんでそんなに敵視してるの？港はいい人だよ。このお店ってね、親会社が港のお父さんのところなの。は？だから何？他のバイトの子には内緒だけど、私だけ時給高くもらってるの。こんな好条件他にないよね。だから働いてるの。だとしても、なんで黙ってたんだよ。だって反対するでしょ。当たり前だろ。なんでなの？港と仲良くしてほしくないから。
だからって私のバイト先まで制限かけられなきゃダメなの？え、なんでカノンが怒ってるの？怒ってないよ。ただ納得できないだけ。だから怒ってんだろ。隠し事してたのに怒るの？さすがにそれはないだろ。言おうとはしてたよ。それは俺が聞いたからだろ。言えない雰囲気にしてたのはどっち？言えないようなことしてた方が悪いだろ。バイト先に同級生がいて悪いの？彼氏が関わるなって言ってんだから、それ守る必要はあるだろ。何も変なことしてないのにさ、浮気したみたいな言い方しないで。疑われてる時点でダメだろ。それに向こうはその気がある。だから警戒しろって言ってんの。そんなことないって言ってるでしょ。ミナトはただの同級生だよ。それはカノンの意見だろ。ミナトはそうは思ってない。これ見ろよ。こんなこと言ってんだぞ。別に普通じゃない？てか個人ラインを他人に送信する方が問題あると思うけど。どっちの味方なんだよ。今はケイタの味方にはなれないよ。今は？最近ずっとそうだろ。もういい。今は声も聞きたくない。翌日、なんか嫌なことあった？え、いや、さっきすれ違った時に声かけようとしたけど表情終わってたからやめたよ。なんかあったの？まあ、ありましたね。彼女のこと？はい、そうですね。話聞こうか？いえ、大丈夫です。話した方が楽になるよ。今どの教室にいる？いえ、本当に大丈夫ですから。13時に食堂来て。昼ご飯おごってあげるし、そこで話聞いてあげるから。数時間後、ねねさん、ごちそうさまでした。あとは話聞いてくれて本当にありがとうございました。確かにねねさんの言う通り、カノンのこともっと信頼すべきでした。今から LINE して謝ります。お疲れ。話してくれてありがとう。うん、でも謝罪は LINE じゃなくて直接言ってあげたら？その方がいいですか？文章だけだと誤解生まれるしね。わかりました。時間だけ空けてもらって、こっちから謝罪します。うん、頑張れ。あ、サークル入る気になった？それは遠慮しておきます。1時間後、カノン、昨日はごめん。俺が子供すぎた。今日って時間あるかな？俺直接謝りたいんだ。翌朝、ごめんケイタ、携帯壊れてた。私の方こそごめん。直接謝罪なんていいよ。よかった、カノン、無視されてたかと思った。そんなことしないよ。今日時間ある？土曜日だから大学ないよな。ごめん、友達と遊ぶ約束ある。そっか。じゃあ明日は？今バタバタしてるから、また後で連絡していい？ああ、ごめんね。1時間後、ごちそうさまでした。は？彼氏だからわかると思うけど、画像はカノンだよ。可愛い子の寝顔ってなんでこんなに可愛いんだろうな。もちろんこの後やることやったよ。いやー、お前マジでバカだろ。こんな可愛い彼女いて1ヶ月もエッチしないなんてな。まあおかげで俺ができたんだからな。マジで同じ大学にしてよかったわ。この日を俺がどれだけ待ってたか。な、今どんな気持ち？教えてくれよ。大学落ちて彼女も寝取られたって一体どんな気持ちになるんだ？おい、カノン、どういうことだよ。ミナトとやったのか、答えてくれよ。ごめん。認めるのか？ごめん。今から会える？会えない。なんで？もう会う資格ないから。電話はできるか？したくない。同意はあったのか？別れてください。は？もう付き合う資格ない。ケイタ、ありがとう。さようなら。10分後、ねねさん、ちょっといいですか？サークル入ってくれるの？カノンに浮気されました。え、浮気というか、前言ってたミナトとやったらしいです。待って、それ本当？事実だと思います。ミナトからカノンの寝顔を届きましたし、カノンも恋の否定しませんでした。挙句カノンに別れを告げられました。もう最悪です。今大学にいる？家にいます。地元どこ？そっちまで行くよ。いいんですか？うん、ありがとうございます。3時間後、ねねさん、話聞いてくださって本当にありがとうございました。少しは落ち着いた？はい。カノンちゃんのことどうするの？まだわかりません。ちゃんと話聞いてないもんね。はい、
また何かあったら私に聞いて。あのねねさん。何？なんでそんなに優しいんですか？なんだろう、なんか放っておけないんだよね。とりあえずムカつくだろうけど、カノンちゃんとしっかり話しておいで。はい、取り合ってくれない気もしますが。それはもう根気だね。まだ好きなんでしょ？わからないです。とりあえず頑張ります。翌日。おい、キュート、いい加減諦めたら？カノンはもう俺のものなんだよ。何回個人ラインしても無駄。な、カノン、そうだよな。うん、ケイタごめんね。私、ミナトのことが好きなの。だから別れてください。そして諦めてください。なんで個人ライン返してくれないんだよ。察しろよ。お前は捨てられたんだよ。せめて理由が聞きたい。しつこいんだよ。だから嫌われるんだよ。お前に聞いてない。中野、頼むよ。直接話させてくれ。ケイタ、ごめん。他の人を好きになってください。はい、会話終了。な、これ以上 LINE するなよ。わかったか？こんなので納得するわけない。俺はカノンが好きなんだ。カノン、俺の悪いところ教えてくれ。何がダメだったんだ。それ直すから。だからやり直してくれ。みっともないわ。じゃあカノン言ってあげたら、俺とのエッチの方が気持ちいいって。なんなら撮った動画見てもらうか？やめて。わかってるよ、俺がそんなことするとは思ったか。大切な彼女なんだよ、するわけないだろ。お前いい加減にしろよ。今どこにいる？おいおい、暴行事件か？本当にバカだよな。だから大学も落ちるんだよ。落ちて彼女も奪われんだよ、この落ちこぼれか。一分後。頼む、カノン。本当のことを教えてくれ。脅されてんのか？もう諦めて。私の彼氏はミナトなの。さようなら、ケイタ。嫌だよ、カノン。カノン。翌日。ねねさん、ダメでした。そっか。はい。話せたの？いや、それも無理でした。カノンに何言ってもダメで、ミナトには煽られるし。カノンの家に行っても全く取り合ってくれません。これ以上は警察呼ばれるかもなので、完全に諦めることにしました。頑張ったね。いえ、ダメダメです。もう昨日からずっと泣いてばっかです。それくらい真剣だったってことだよ。ありがとうございます。あの、俺サークル入ります。え？カノンと別れたってこともありますけど、単純に暇になったので。あとねねさんにお世話になったので。本当に？はい。やった、勧誘成功。え、これ勧誘のためだったんですか？だったらどうする？もう誰も信用できません。だね。でも安心して、そうじゃないから。わかってます。本当にありがとうございます。まだ大学生活始まったばっかだよ。はい、精一杯楽しみます。3ヶ月後。ねねさん、昨日は無事に家帰れましたか？おはよう、ケータ。朝起きたら布団にいたけど、帰り道の記憶マジでない。大丈夫ですか？もう決めた、お酒やめます。それ何十回も聞きました。そして毎回やめてません。バレた？というか普通に危ないですよ。変な人に絡まれたらどうするんですか？ないない。いや十分危ないですよ。こないだだってやばかったですよ、あの商店街の3人組。あれは相当怖かった。ねねさん、普通にしてれば綺麗なんですから気をつけてください。普通にしてればって何？お酒飲んだらおっさん化するので。それは否めない。でもよかった。何がですか？いや、もう完全に断ち切ったね。何がですか？カノンちゃんのこと。ああ、それか。そんな感覚なの？はい。最初の1ヶ月は飲んだらずっと引きずってたじゃん。もはや懐かしいです。そんなに？そういや、いたな。こんな感じです。他に好きな人ができた感じは？いやー、それもないっすね。なんか恋愛自体もうしんどいです。そうなんだね。ねねさんこそどうなんですか？部長から告白されたんですよね？なんで知ってんの？昨日ずっとその話してましたよ。そうだっけ？完全に忘れてますね。で、どうなんですか？ないよ。イケメンじゃないですか？顔は良くてもね。確かに女癖の悪さはね。それが無理すぎる。付き合ったらしんどいタイプ。それは男の俺でもわかります。お互い非リア充ですね。
でもサークル入ってると寂しくないんですよね。それは本当にわかる。ねねさんには感謝っすわ。サークル入ってなかったら登校拒否してました。よかった。また明日もよろしくね。毎日飲んでるじゃないですか。一週間後。ケイタ、久しぶり。え、カノン？よかった。ブロックされてなかった。何の連絡？まずはごめんなさい。え？ケイタを裏切ったこと、今になって後悔してます。反抗できなかったとはいえ、ずっとミナトの言いなりだった。ミナトにさ、エッチな動画撮られたの。バイトの新入生歓迎会って言って、それでお酒を無理やり飲まされて、そのまま無理やりされたの。ケイタに送られた画像は、その時の、俺と付き合わないと拡散する、そう言われて従うしかなかったの。なんで相談してくれなかったんだよ。LINE も電話も、全部監視されてたの。だからできなかった。マジか。あいつのバイト先で働いてたのは。お金が欲しかったし、信用しきってた部分はあった。ケイタはずっと警告してくれてたのにね。本当にごめんなさい。なんで今になって謝罪してきたんだ。ミナト、逮捕されると思う。え？私の友達も同じ被害に遭ってて、警察に通報するらしいの。証拠も全部あるらしいから、多分逮捕間違いなしだって。今は私を監視するよりも逃げることに必死らしくて、それでケイタに連絡できるようになったの。本当に今までごめんなさい。許されるならもう一度だけ会いたい。会って直接謝罪したい。ちょっとだけ時間くれ。うん、待ってます。10分後。ねねさん、お疲れ様です。やっほー、どうした？カノンから LINE 来ました。今まで脅されてたみたいなんです。それでミナトに逆らえなくて、それで俺と別れたらしいんです。そいつもうじき逮捕されるらしくて、ようやく解放されたらしくて、それで連絡できるようになってて、それで俺に連絡してきたんです。それで会いたいって言ってくれてて。あー、ごめんなさい、興奮しすぎて語彙力やばいです。会いに行くの？迷ってるんですけど。迷ってるくらいなら行った方がいいですよね。行かないで。え？行ったら付き合うんでしょ？まあ、まだわからないですけど。お願い、行かないで。どうしたんですか？好きなの、ケイタのこと。え？急にごめんね。でもね、嘘じゃないの。私ずっと好きだった。友達のままでいいとか、ずっとそんなこと思ってたけど、今奪われそうになって、それじゃダメだってなった。ちょっと待ってください。それ本気なんですか？もしかして酔ってます？シラフ、本当に好き。ケイタを失いたくない。本当に行かないでほしい。ごめんなさい。俺、やっぱりカノンが好きです。今カノンがミナトから解放されて、それで俺に助けを求めてきたんです。好きじゃなくなったってネネさんには言ってましたが、深層心理では好きだったんだと思います。だって、カノンから LINE が来た時本当に嬉しかったんです。なので、会いに行ってきます。そう。じゃあ仕方ないね。いいんですか？ケイタが決めたことでしょ。気持ち教えてくれてありがとう。ちゃんと気持ち伝えてくるんだよ。はい。ありがとうございます。10分後。カノン、いつ空いてる？俺は明日にでも会いたい。ありがとう。明日会えるよ。オッケー。じゃあ明日。ケイタに久々に会えるの嬉しい。うん。翌日。ねねさん、お疲れ様です。今って時間ありますか？あるけど、どうしたの？実は、さっきカノンに会ってきたんです。そうなの。じゃあ私には用ないじゃん。それとも何？リア充自慢でも聞かされるの？カノンにはもう会いません。え？お別れしてきました。どういうこと？告白されたんですけど、断っちゃいましたね。え、なんで？好きなんだよね。そうですね。カノンのことは大好きです。じゃあ、なんで？ネネさんの方がもっと好きだからです。え？昨日一日いろいろ考えました。カノンと復縁することもしないこともたくさん考えました。それで一つの答えが出ました。俺はネネさんと一緒になりたいです。俺が辛い時、悲しい時、遠いところから駆けつけて心の底から励ましてくれました。今度は俺の番です。ネネさんのこと幸せにさせてください。あれ、ダメですか？ネネさん？ごめん。嬉しくて涙止まらなかった。はい、付き合います。大好きです。幸せにしてください。嬉しいです。今から会えますか？うん、会いたい。すぐに向かいます。後日談。こんばんは、ケイタです。この後ネネさんと付き合いました。
カノンには申し訳ないですが、会えない3ヶ月の間で俺の気持ちも変わっていきました。もちろんネネさんがいなければカノンと付き合っていたと思います。カノンもカノンで辛かったと思います。俺に振られると思ってなかったので、付き合えないと伝えた時は本当に大泣きされてしまいました。ですが俺はネネさんを選びました。後悔はありません。ちなみに港ですが、実刑判決を受けたらしいです。手口が悪質だったため執行猶予もつかなかったそうです。直接仕返しができなくて少しモヤモヤします。ですが今俺の横にはネネがいます。この人を大切にしていく人生にします。それではさようなら。ご視聴いただき誠にありがとうございました。以上、前編後編、一気見シリーズでした。今後も定期的に総集編を更新していきます。今後どんな総集編が見たいか、コメント欄に書いていただけると助かります。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。